と、メールを読みたいと思います。はい。えと、ラジオネーム、とうちゃんさんから。はい。とうちゃん、んちとうちゃんさんって書いてあるけど、と、いや、父のとうちゃんじゃなくて、とうが、カタカナなんだよ。これ、女の子だ、<う>多分ね。お<う>えー、小川さん、番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。ゲストが石田さんだと聞き、嬉しくて嬉しくて、早速メールしました。お二人といえば、優白やエヴァーはもちろんですが、サムライディーパー今日や、今、愛に行きますなどなど、多くの作品で共演されていますよね。 はい、はいえー。そんな長いお付き合いであるお二人だからこその、私だけが知る石田明さん、そして僕だけが知る小型恵さんというお話を聞かせてください。えー、そして私は昔から小形さんと石田さんに共通した印象を持っていたのですが、それはお二人とも、 声の幅が広く、えー、男の子から女性まで演じられ。<laughs> <laughs> 演じてましたね、あなた。はい。<laughs> <laughs> 男の子から女性まで演じられる、表現力豊かな役者さんだということ。役者石田彰、そして役者尾形恵とはどんな人物なのかを、ぜひ語ってください,いうことで。語るの?。<laughs> 語る。え、まあ、まあ、まずは、そうですね、数多くは、な、なんか、なんかいろいろご一緒させていただい,たいま、ね。そうですね。はい。はい。二、えー、人だからこそ知る。 知るどうだろう、えっと、う僕僕だけが知っている緒方 <laughs> 恵みの秘密の個人的に付き合いがあ, <laughs> あのなんかつか石田さんはあんまりですね、はい、なんかこうあれなんですよね打ち上げとか打ち入りに来られないんですよ <laughs> であねあなたねに行かないですね <laughs> 本当に来ないですよねそうですね エレメンタルジェレイドをやった時に、あんた主役だから来いよって言って、なんかあの、うちの時に。だから、行ったでしょ行った来たよ。だから、来た珍しいと思って。いやいやいやあ、そうだ。それじゃない。今日の時だ。今日の時にさ、なんか行こうよ行こうよって散々誘って、やっと来てくれて、すごい私は嬉しかったんだけど。そうですか。いや、だってね。基本行かないのよ。基本は、あの、あんまり行きたくない。 別にその作品が好きだとか嫌いだとかそういう判断基準ではなくて行ったとしてもそのお酒の席でみんながわーっと盛り上がっててみんなこうそれこそ適当にこう自由にお話をされてる中のそういう空間にポツンといて居場所がないからうん、うん、<laughs> あんま、ね、飲まないもんね飲まないしあんまり僕社交性がないんですよなので。 あのお話をできる人っていうのがすっごい限られてるの、ねうんうん、それこそ尾形さんとかでもね,でもね石田君がね私よく見てるけどねいろいろ特にね後輩のね女子たちはねあなたと話をしたがってるよ本当にみんな, <laughs> な,ん,かなんかこう,こう避けてるのかよとかなんかこうもうちょっと何とか仲良くしろよとか思うくらいなんかあれでもみんな話したがってるよ結構いやあのー、僕は話ができないから<笑>お笑いが好きなのにいやお あの好きなこととできることは違うじゃない <laughs> 基本。まあ,まあね。ね。だから、だからね、<laughs> そういう場にいて、みんながこう、周りで、わーっといっぱい盛り上がってると、その、うんうん、その人、盛り上がってる人の方を叩いて、ねえねえって入っていくことができないんですよ、僕って。<ー>だからそうすると、うん、あ、 その場に居続けなきゃいけない2時間ぐらいの間うん、うん、居続けなきゃいけないつら、ね、いなぁと思ってでそれにそんだけ盛り上がってるんだったら別に僕一人ぐらいいなくても平気じゃんって思うそんなことはないよそんなことはないよそんなことありませんなんで行きたがらないですもう本当にしょうがないねシャイボーイだからねえー、そんな感じでございますそうだね僕私だけが知ると言うとなんかあれございますけど、うん、あれだねそうここにも書いてあるけど、うん あ、こ女子の役者で、男の子役もやる人ってのはも,もちろんたくさんいるんですけど、うん、男の役者で、 人いちゃんとやる人ってあんましいないですけど。ちゃんとやる人ってそんなちゃんとやったことないよ。<laughs> いやいや、ちょっとあなたね。いやいや、あなたね、ちょっとね、私はねあれよ。セーラームーンの時にとってもびっくりしました。あ,あれ男役だから。<laughs> えー、いや、オカマの役なんですよ。えっ、ー、と、うん、あ、もうあのね、年の若い、えー、リスナーの人は知らないかもしれないんですけど。あ、そうですね。もうセーラーうですもんね <laughs>。すごい無害に前の話になっちゃったんですよ。<laughs> セーラームーンというシリーズの何何本目だっけな、四本目多分えっ、ー、と。 SS ス,スーパーズとかでねっていうやつの時に敵っていう設定なんですけど、まあ、敵でもすごく愛嬌のなる人が多いんですが、うん、そのおかの3人組が出てきて、ね、僕のほかには古川敏夫さんとあと沖合良太郎君の3人で,うで,、うん、であの他の2人はまあまあそれっぽい感じのゲイって感じだったんですけど、うん、石田君の役は本当に女の子らしいオカマだったんですよ で、私最初に知らなくって、石田君がやってるって、オンエアで見て、うん、スーパー最初出てなかったんで、オンエアで見て、あれってこんな声の女性声優はいたっけなと思って、あの、少年役をやる女性声優の感じのような声がしてて、うん、あ誰だったっけ誰 <laughs> だからっけと思って、エンディング見てひっくり返りましたよ。で、スタジオに行ってひっくり返りましたよ。あのですね、はい、そういう役をやるときに、石田さん、後ろ姿違うんすよね。<laughs> いや、あの、まあ、自分を鼓舞するためにね。うん あの、全然、後ろ姿がもうすでに可愛いんですよ。ね、か、可愛い、可愛いか可愛くないかわかんないけど、いや、可愛い,可愛いとは思わないけどいや,いや、可愛い可愛いよあの、でも、意識して、ちょっと、<laughs> うん、ちょっと、足、足、足の幅を狭めて立ってみるみたいな <laughs> <laughs> あ。ああ、わかるわかるわかる。っていうのはやってましたね、あの収録の時。そうだよね。うん、そうそう、なんか、そ、それがね、すごいと思うですよ、本当に。やなんや、やっぱりそういうもんだね。でも、なんか気持ちがそうなると、そういうふうになるんでしょう。 ああまあ無理やりでしたけどねああいう仕事も <laughs> だってもうあのあれをやってた当時ですらギリギリでできるかできないかのラインだったので <laughs> いや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 ,いやもうすっかりできないですよあんなこと うまあ別にあんまり男性声優で女性の役とかそういうような役をやるっていう機会がまず少ないじゃないですかそんな必要ないもんだって。<laughs> うんうん、女の人がやればいいことだもんいやまあそう言ったらだって私だって達成がないわけじゃん。<laughs> あ<の> <laughs> 違う<よ>逆の意味であの。男の子をやる男の子う、うん、は。 子役でなければいけなくなっちゃうじゃない。うんうん、その部分を、こう、大人の判断力があり、そして、こう、芝居の感もただ、<laughs> えー、あの、しっかりした俳優さんを使おうと思うと、はい、男性じゃ無理だから女性っていうことになって、それで、小形さんみたいに、こう、白羽の立矢、えー、が立つわけじゃないですか。はい、ありがとうございます。<laughs> そこはすごい、あの、理屈として説得力があって、ああ、なるほどなって聞いたら、なるほどなるほどってみんな納得するんですよ。まあ,あり、ありがとうございます。うん、あの、本当にありがとうございます。<laughs> なんかちょっといろいろ変な汗出てきた。<laughs> いや、まあ、でもそうですね。まあ、いろいろお互いなんかちょっと特殊な、なんかそういうところがあるから、ね、なんとなく生き残れているってことだね。そうだね。ねあの、色物をやったおかげで生き残れてますね。<laughs> そうですね。まあ、お互い色物ってこと いや、あの <laughs> 僕はね、大形さん別に色もんだと思ってないからいや,いや、私色もんだよ、かなり。嘘、本当に。かなりな。だってさ、あれだよ、アニメでさ、うん、あの、女性役よりも先に、うん、お母さん役よりも先にお父さんをやったっいい、<laughs> お父さんやったことあるのやったんだよ。あ、じゃあ同じだ。<laughs> 同じジャンルだいや、しかもだよ、お父さんってさ、女性声優じゃなくて、福山潤のお父さんだよ。意味がわかんない <laughs> なんしょ。